犬堂天国は囚人を伊予山で働かせ武器購入の資金としていたようです。マキシム機関銃までありました。他にも強力な武器を隠し持っている可能性は大きいです。でその武器を保管している場所を探る前に正体がバレてしまったと、そういうわけだな宇佐美上等兵。は月島座らせろ。ああ貴様を監守として潜入させるためにどれだけ手間がかかったか分かってるのか。近い近い。ここのほくろにこうしてこうして体をかいて走らせてやる。ああ走ってる。もう片方のほくろも走らせてやる。頭が沸騰しちゃう。二人のホクロ君は一生懸命走る。だがホクロ君たちの距離は永遠に縮まることはない。かわいそう。